その引っかかりとかキュッとしちゃうのが勘違いしちゃう人もいるんで、まあでも結構優秀なんで、あ、そうですそうです、ドラコンのところだけ動画分割して動画撮って、でアイロンのスピード、スルースピードとか、最近プロディレクトって使ってます。なんかダニエルさんにちょっと聞いてみようと思って、最近なんかうちのカメラマン、よろしくお願いします。初心者です思います。玉ぐり11本発注してたんで、多分もうすぐ来ると思います。これはもともとコンサルティングしてたんですよ、インスタグラムの。その時に、僕の働き方とか考え方に共感してくださる2人だったんで、じゃあ一緒に働きませんかっていうことで、働くことになりましたね。これはでも去年ですかね、コンサルティングが12ヶ月やったんで、そう12ヶ月やって、その中の出会った2人みたいな。なんでもう髪質改善でやって、今本当に2人全然予約取れないし、そう全部マニュアル化してるんですよ、全部自分たちが作り上げた、勉強してる教材とかは全部こんな感じで資料にまとめてあります。自社の店舗展開でマニュアルっていうのをどうせ作るんですけど、どうせ作るんだったら発信しようっていうので、オンラインサロンで発信する人たちも初心者の方たちでも分かりやすく見える化して理解できるように作ることで、例えば新卒の子が入ってきたりとか、新しい子たちが入ってきた時に、その神風の生徒用に作った資料というのが、その新卒の子たちも役に立っちゃうし、オンラインサロンの生徒の人たちも、初心者用に作ってるんですごく分かりやすい。自分の行動動線上でどうせやることを発信して、人の役に立つっていうことを今僕たちは続けてますね。みんなが分からないようなこと、疑問に思うことをすごいこう簡単に全部自分で、僕は資料作ってるんですけど、これそう分かりやすく説明して、お給料っていうのはこういうものだよみたいな、そうそう、インボイスっていうのはこういうことだから。で今まだ個人事業主で雇ってるんですけど、3月から社員で雇用しようと思ってるんですよ。ってなった時に40%、50% ってフリーランスやると思うんですけど、社員だったらなんか20万プラス部合とか18万プラス部合とかなってきて、ちょっとパーセンテージいくらが一体フリーランスにとっての何パーセントぐらいなのかっていうのが基準が分かんないんで、なんかちょっと下がっちゃったのかな、上がっちゃったのかな、なんかややこしくされちゃって、このオーナーさん大丈夫かなって思われないように、きちんと、説明責任っていうんですかね、するように、してました。でその時にこのスタッフ2人に話したことを、どっちにしろみんな知りたいだろうなと思って記事にしてるっていう、感じですね。一石二鳥って言ったらちょっと言い方悪いんですけど、そう何事の何事も2人が分からないこと、2人が知りたいことはみんな知りたいんで、そうなので何が知りたいか分からないっていう状態になる前に、その聞かれた瞬間全部記事にする、全部テキスト化するっていう風にして資料に残した結果、すごい量のテキストになっちゃったっていうねそうこういう感じで全部もう分かりやすいようにっていう、何回も何回も同じことを説明しないでいいように作ってるっていう感じですね。僕も実際やめないなと思います。こんな資料がオンラインサロンずっとあるんだったら、っていうぐらいなので、オンラインサロンのために時間を使うってこともしないし、アデルのために時間を使うってこともしない。逆に言えばオンラインサロンのために時間を使ってるし、アデルのために時間を使ってる、そうどっちものために時間を使ってないし、どっちものために時間を使ってるっていう状態を作り上げた方が、生産性高いなと思って、僕は全部それ作ってますね。はい。紙質改善の勉強し始めたのが、そもそも僕は今年初めなんですよ。そうでそこからずっと勉強して、でアデルを作って、アデルと紙風を同時に作ったんですよ。そうなのでここのお店っていうのは、このお店で売り上げ上げよう、利益上げようというよりは、紙風のためにこのお店を作ったっていう。でここのお店でスタッフ2人と研究して、研究員みたいな感覚ですかね。で要はね、3人で経験値を積み上げるんで、すごい量の情報が積み上がるんですね。そうっていうコンセプトのもと集まってもらった2人なので、今は本当に神風の情報量が多分もう本当に見切れないぐらいの量で、大会者も本当 0.5% ぐらいです。もう誰も大会しないで、300人以上ずっといるっていう状態なので、ここがもっと皆さんに知ってもらおうと思うんですけど、そういうここを打つ前にもうちょっと神風の人たちに満足度上げたいなっていうので、今こうやって毎日毎日コンテンツ作ってる。はい。前回からどうでした？結構持ちが良かった。ああ、はい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 。リアクションで返信いただきました。はい。前よりなんか色落ち着きましたね。あ、はい。まあちょっと明るさを落ち着かせるイメージで。はい。ちょっと外でもビフォーを撮らせていただきます。はい。はい。じゃあこちらに。シャンプーちょっと軽くだけします。こちらが機材ですね。3熱トリートメントをやっていきます。そのカラーリング、脱色による損傷が結構激しいので、毛髪が浸水化しちゃってるんですね。もう髪は水を吸いやすくなってきて、スポンジ状になってしまってるんで、ちょっと髪の毛を疎水化、疎水に傾けたいんですよ。要は健康な髪の毛って疎水毛って言って水を弾くんですね。そうなので、今回その過密改善するにあたってグリオキシル酸とグリオキシロイルカルボシステインっていうやつを使うんですけど、それが、pH2 から3、その酸化アルカリっていうその指標なんですけど、2から3の間で、動く酸熱剤っていうのを主に使用しながら、髪を疑似的な疎水毛に持っていくっていう。だからそのトリートメントでコーティングするとかそういうものじゃなくて、その髪の芯から健康毛に近づけていくっていうような施術内容をしていこうかなと思います。そういう時にね、万能って感じです。そうですね、こういう時にめっちゃいい。ちなみになんか例えばこの毛質とかだともう、じゃあもう健康毛とかでもあんまり。あ、そうですね。そもそも軽くハーフドライ。はい、2回目のお客様なんですけどね、なんか前もっとすごかったですね、いろいろ多少ダメージがあったんですけど、本当にこれでも見違えるように綺麗になったんで、これから繰り返すごとにね、どんどん綺麗になってきてます。これですかね。はい、60対40対20の配合って、昨日やってみてって感じ、良かったって感じですか。僕らがやって良かった割合、っていうのは、これぐらいかな。なるほどですね。この今やってるお薬のパターンだと、キューティクルがギュッと引き締まるっていうトリートメントを3年取りですね。なんでキュッてくる引き締まるとツヤ出るんですけど、逆にカラー入んなくなっちゃったりするんです。カラー入んなくなっちゃったりしちゃうんで、カラーの前にちょっと水で防潤させるんです。水で防潤させるとキュッてくる引き締まってるけど防潤してるから色が入るという、そうこのデメリットの補完ができるっていう、方法もいろいろあるので、それをしていきながらツヤが出てるのに色もしっかり入ってるっていうようなカラーリングをちょっと今回しようかなと。大体うちのセット面2つなんで、チラッとチラチラッといつもダニエルさんの施術を見ながら、勉強してますね。何も教えてないですね、この時に。何も教えてないのに、ありがたい。すごい丸々コピーしたやつをいつの間にかピコーンで作ってくるんで、インスタあげるんです。みたいな。もうちょっとなんか普通にしようかな。はい。今日研究の日みたいな感じで、スタッフと一緒に。週に1回セミナーか、これ研究の日、定休日っていうのは一応作ってないんですけど、スタッフと話し合って、ちょっとこの日は営業以外のこともちゃんとやろうかなと。勉強会じゃないんですけど、なんかそういうイメージ。あとはこれがね、そのオンラインサロン、神風っていうオンラインサロンのコンテンツになったりするんで。こんなに仕事できないやつとは出会ったことないって言われましたね。先輩に使えねえって言われすぎて、1年目の時は使えねえくんって言われてましたいや本当に使えねえくん、あだ名が使えねえくんだったんですよ。使えねえくん使えねえくんって言われたりとか、お前使えねえなみたいなずっと言われるんですよ。そう、まあもちろん先輩の愛もあったと思うんですよ。愛もあったと思うんですけど、それはずっと言われてましたね。なんか多分昔からの癖でやっぱりこうマルチタスクができなくて、まあ言うじゃないですか、シングルタスク派っていうか、一つのことに集中して本当に一点突破しちゃうんで。でもアシスタントってマルチタスクできるやつが仕事できるやつなんですよ、基本的には。あれもやってこれもやって、あれも見れてあれもこれ見れて、その仕事柄的に合わなくて、そうアシスタント業務っていうのがめちゃめちゃ毎日怒られるし、使えない使えないって言われて、俺使えないんだみたいな、俺ダメなんだってすごいずっとアシスタントに思ってて、まあそこで4年半ぐらいですかね勤めて、まあ、特に何か芽が出るわけでもなく、でスタイリストとして、個人事業主で、最初は中目黒の本当にちっちゃいお店ですね。そう、その時顧客ゼロだったんで、スタイリストになる直前ぐらいですかみたいな。そうなんで正式なデビューしてないんですよ。そうでそれでまあどこも雇ってくれるとこなくて、 やっと雇ってくれたのが中目黒のちっちゃいお店だったで、誰も何も教えてくれないし、最初トンパレっていう集客サイトなんですけど、もうめちゃめちゃ安いんですよ。めちゃめちゃ安いし、めちゃめちゃスピーディーに終わらせないで、カットデジパカラーを1時間半とかなんですね。そうで終わるわけないやんと思うんですけど、もうそれを終わらせるんですよ。でまあそれがあれってわけじゃないですけど、そのちょっとお年を召した方とかそういう方を中目黒でずっとやり続けて、でもまあこのままじゃいけないって言って、みんなやっぱりね華やかなところで働いて、インスタグラムでは活躍していく中で、自分は中目黒のポンパレっていうサイトでお年を召した方でって、本当にその中で僕の中ではすごく底辺というか、そうの時代があって、でそこでインスタグラムを始めて、でインスタグラムで自分で撮り始めて。まあ誰もしてくれないんで、もう全部自分で勉強して研究して、でそこからその中目黒のお店がちょっと繁盛したので、半年ぐらいしてちょっと原宿店出すみたいなお話いただいて、原宿のシオンっていうお店出したんですね。まあ、そこはカラーをメインにしたお店だったんですけど、そのカラーをメインにしたお店でインスタグラムやったところ、まあ、ある日ズドーンと自分の自社してるスタイルが世の中に評価していただいて、で人目につくようになって、でそこから人目につくようになったら、いろんな人のデータが取れるんですよ、反応というか。その反応をずっと見てきてたんで、だからどこから勉強したわけでもなく、まあ、多少のそのマーケティング的な知識がついて、でいろんな人にその再現性のあるお客様の集客の仕方だったりとかっていうのを、マスターしたので、それをまあコンサルティング、コロナの時に仕事がバーッと止まったんですけど、まあ、どうせだったら発信しちゃおうと思って発信したら、すごい自動1200、300万ぐらいかなノートが売れて、でそれでなんかすごい信用ついちゃったんで、なんかそんな予定ではなかったんですけど、そう普通にカラーリング美容師になるのかなと思ったら、なんかすごいそういう目で見られるようになっちゃって、まあ、期待されて求められてるんだったらやろうかなと思って、でコンサルティングっていうのを始めたところ、まあ、2人がコンサルティング受けに来て、まあ結構何人もいたんですけど、その中で話があって、じゃあこれから一緒に、まあ、僕らも20後半なんですけど、そのカラーリングしていく上でお客様の負とか悩みとかにたくさん直面して、その悩みを解決できるようなコンテンツとして柑橘改善一緒にやりませんかっていうので、集まったっていう感じですかね。でその今年がスタートした、今年スタートして勉強し始めて、で6月アデルオープンして、上月オープンして、今に至るっていう。この辺は毛先は入荷しているようか、まあ脱色部分ですね。はい。